自然の中で遊び、自分で考え行動できる子を育てたい。米沢で野外保育に取り組む人たちがいる。それは米沢品質アワード2021に挑んだ団体 NPO 法人青空保育たけのこ。おはようございます。青空保育たけのこは2009年に福島でスタート。原発事故を機に活動の拠点を米沢に移した。地元の子と福島の子と13名ですね。やっぱ放射能が少なくて、それで近いっていうことですよね。借りた古民家は築100年ほど。敷地が広く野外保育にはもってこい。辺見さんは毎日福島から子どもたちと通っている。まあよく私たち言わせていただくのは、危なくて汚くてバカバカしい遊びっていうふうに言ってるんですけど、子どもたちがそれができるのはやっぱ小さい時が一番なのかなと思って、小さいからこそ許される遊びってあると思うんですよね。子どもを見守るスタッフは現在9人。地域のボランティアも増えてきた。2018年にはクラウドファンディングを利用して民泊青空館を開業。2019年には子どもの遊びを見守りながら食事ができるカフェもオープン。去年から手作りの給食も始めた。振り返りって言って、最後に今日どうでしたかっていうと、大体の子どもたちが給食美味しかった、ご飯美味しかったって言うんです。もともとその放射能の関係でこちらに通わせていただくようになりましたけど、保育とそれから保養と交流と、その3つを目的にした子どもの家を建てたい。せっかくここで芽生えたこの野外保育っていうものがここからね、発信していけたらっていうふうに思っているので、この野外保育を東北に広めたい、米沢から広めたいっていう野望です。次の米沢を輝かせる挑戦と創造が生み出す価値、それが米沢品質。